番街へ行ったならばマリーの家へ行き、どんな暮らししているのか見てきてほしい。五番街は古い町で、昔からの人がきっと住んでいると思う。訪ねてほしい。マリーという娘と「それだけが気がかり」「五番街で噂を聞いて、もしも嫁に行って」「今がとても幸せなら寄らずに欲しい」「五番街は近い」